ジオーシャンレースは、スペインアディカンテを、スタート地とし、飛行地によりながら、地球を一周する、ヨットレース。旧名は、ボルボーシャンレース。単独無気候の番でグローブと違い、乗員は一人ではなく、フルクルー。ボルボーシャンレース旗、米国ボールチモアのインナーハーバー1973年に、アメリカスカップに対抗し、長期の世界一周のヨットレースを行おうと、 イギリスのビール会社、ウィットブレッドが、スポンサーで、ブリティッシュロイヤルネーバルセーリングアソシエーションの企画で、ウィットブレッド世界一周ヨットレースとしてスタートした。アメリカズカップが、海の F1 と称されるのに対して、こちらは、海のダカールラリーと称される。1993から1994年の、大会には、小松和則、原健、松永香織の3名の日本人セーラーが、 各々の所属する体のクルーとして参加した。2001から2002シーズンから、冠スポンサーが、ボルボグループと、ボルボカーズに変更となり、名称が、ボルボオーシャンヨットレースとなった。なお、2011年秋から2012年夏にかけての、レースは、NHKBS1 とがオラで放送している。優勝しても賞金はなく、トロフィーだけが贈られる。として、 公式刑事オメガシーマスターが送られる。2005から2006大会までは4年に一度開催されていたが、その後は3年に一度の開催となっている。2017から2018年の大会では、ピーター・バーリングやブレア・チューク、マルティヌ・ヌグラエルといったリオゴリン金メダリストが乗り込んだことでも話題となった。2018年5月31日、ボルボグループとボルボカーズは、 ボルボーオーシャンレースから撤退すると発表した。それに伴い、名称が、ジ・オーシャンレースに変更された。2021年から、アトランティックオーシャンレーシングスペインが主催する。2022から2023年大会から、定の種類によって2クラスに分けて、レースが行われる。2014から2015年大会から、使用されてきたボルボーオーシャン65に加えて、 バンデグローブでも使用されている、ホイールでエモーカー60が採用されることが決定している、ボルボーオシャンレースのリュート、ありがとうございます。